今日はスイートポテトを作ります。まずさつまいもから作りましょう。ふわっと軽い粘土の白、はい、でクッキングシートを使います。色は黄土色です。まずこれを粘土に着色しましょう。また手が汚れちゃうな。まあいっか。ではこれを2つにしてお芋さんの形にします。ゴツゴツしてて大丈夫です。もう一個も、はい、ではここに色を塗ります。ちょっと手を洗ってきます。色を塗るところ取れてなかったというねこれね、洗濯のりと絵の具の赤と青ね、これを混ぜて、で先ほどのお芋さんに直接こう塗りました。ではね、乾かしてる間に他のものも作っていきます。お砂糖ね、これいつも重宝してます。これはね、色のついたお砂です。これもね、ダイソーさんで買ってきました。あと牛乳、卵、バターが入りますよね、はい、もう全て洗濯のりでいきます。とはい、牛乳は白ですね。真っ白ではなくて少し黄色を入れます。で、バターは黄色そのもので、卵も黄色、卵も黄色、ちょっと色を変えようか。ちょっとだけオレンジ入れましょう。よし、あとね、さつまいもの、あ、これね、包装紙の破片なんですけど、これはね、細く切ってさつまいものおひげ、はい、乾きましたらサインペンでちょんちょんします。ちょんちょん。今日もリアルおままごとをしていきましょう。イケアさんのキッチンでね。ではまずね、加熱してお湯を沸かしておきましょう。ではその間に材料の用意をしていきましょう。砂糖とバターと、とお塩、そして牛乳ね。こんな大きなさつまいもが手に入りましたよ。ではこちらカットしておきましょうね。皮をむきましょうね。まず半分にカット。はい、そして皮をむっておきます。はい、カットできましたね。輪切りにしましょう。いい感じでお湯が沸いていますので、さつまいもを入れましょう。そしてしばらく煮ます。はい、煮えましたね。ではお湯から引き上げます。あっちちー。はい、ではね、こちらね、潰しましょう。あったかいうちにね、
潰したらいいですね。材料を入れていきます。バター、そしてお砂糖ね。お塩を少々、そして混ぜます。牛乳は柔らかさを調節しながら入れます。はい、それではね、こちらのアルミの中に成形したポテトを入れますよ。溶き卵をね、つや出しで塗りますよ。はい、これをね、オーブンで焼きます。オーブンで、しばらく焼きます。焼きました。美味しそうだ。おー、完成。はい、ではね、いただきましょうか。美味しそうですね。いただきましょう。パクッ。